進路に関してはまず入学されてから講師の先生方とスタッフも一緒にどういったところをまず目指されているのかという夢とか目標をお伺いします。で、まあ、どういうところを強化しなきゃいけないか先生たちからフィードバックを踏まえてその時点でその生徒さんが今どういうふうな状態にあるのか、じゃあ今年度はどういうところを目標にしてやっていこうかと一緒に計画していきます。まあ、そういった形でこうトレーニングを積んでいって伸びてきたところだったりとかその生徒の性格とか個性を踏まえた上でここの学校が合っているんじゃないかっていうところを先生方にも見ていただいてオーディションビデオを撮ったり出願のサポートをしております。普段から先生方が指導されているからあこの子こういうところがすごくいいとか毎日触れ合ってるというか見てるからこそあこういうところだったらきっともっと伸びるんじゃないかとか、まあ、そういったアドバイスができるところが強みっていうのはありますね。やっぱり生徒の自主性を大事にしているので、まあ、こちらもこうできる限りいろんなことをお手伝いしたいっていうのはあるんですけれども自分の力でできる範囲のことはやってもらう。留学先行ってからもカンパニー入ってからも一緒ですけど今までご両親が助けてくださってたりバレエの先生が助けてくださってたりっていうところが向こう行ったら一人でやんなきゃいけないってなった時にあどうしよう何もできないってなってしまうと困るので今の段階から自分でいろいろ調べて分かんないことがあったらちゃんと聞くとか助けが必要だったらここ分からないんで助けてくださいって言えるようにするっていうところをこうサポートできるようにしております。スタッフもバレエ学校のリストを作成したりカンパニーもオーディション情報こういうところで見たらいいんだよっていうのを作ってお渡ししたり、まあ、あと履歴書とかっていうのをどういうふうな形で書いていったらいいのかとか今後一人で何かやらなきゃいけないっていうふうになった時に困らないように準備をできるようにサポートをしています。その生徒さんが目指している目標とかその夢っていうところにワークショップに参加することまたそのコンクールに参加することがこうプラスに働くのであればもちろんっていうふうなところがまあ原則としてあります。ただなんとなく出てみたいからワークショップ受けたいからっていうところではそういう理由だとちょっとっていうところはあるんですけれどもやはりちゃんと目標というか明確な目的があって参加できるとやっぱりそこから学べるものもたくさんあると思いますしそこでやはり成果が出ればまたその次につながってくるので外部のワークショップやコンクールといったものも禁止というわけではなくて本当に一人一人の目的に合わせて参加可能になっております。